はい、どうもミゲルです。今日はですね、 GoPro Hero 9とこのパイロットフライトラベラーというジンバルを使ってちょっと夜景撮影に行ってみたいと思います。はい、ということでちょっと YouTube を見ていて、ジンバルを使うと GoPro もかなり夜景撮影が綺麗に撮れるということを見まして、あ、そういえば昔自分も GoPro Hero 7の時にカルマグリップでよく夜景撮影してたなと思って、ちょっと試してみたくなったので、ちょうど夜景撮影を撮りやすい環境に今いるので、パイロットフライトラベラーと GoPro Hero 9を使って夜景撮影の散歩に行ってみたいと思います。はい、ということでどうでしたかね。いや、かなりいい感じで撮れたかなと思ってるんですが、なかなか GoPro でも夜景撮影いけるもんですよね。さらに今回思ったんですけど、ジンバルなくても GoPro Hero 9はかなりいい感じで撮れるんですけど、少しその歩いてる中で暗所とか入るとノイズが出やすくなっちゃうんですよね。ジンバルを使うことによってそういう部分がかなり解消されるというか、まあほぼなくなるので、ああ、このジンバル運用も意外と捨てたもんじゃないなって思いました。まあできればね、GoPro さんに GoPro Hero 9用のカルマグリップを作ってほしいなっていうのが、まあ一番個人的な思いですけど、まあでもそれに近いぐらいのこのパイロットフライトラベラーの携帯さなので、疲れることもなくかなりお手軽に撮影できたんですが、やっぱりね、カルマグリップにここにね GoPro マウントのこうフックをつけられるのがすごい昔良かったなと思ってたんで、それも踏まえ、さらに充電もできたんですよね。まあこれも多分やろうと思えば充電しながらできるんですけど、ちょっとねこの辺周りがカルマグリップだともっとシンプルになるんで、まあ、できればねカルマグリップ作ってほしいなって思うところですが、多分作ってくれないだろうな。もう GoPro はもうジンバルがいらないっていうのを売りにしようとしてると思うのでね、なかなか難しいかなと思うんですが、ジンバルを使って GoPro を使うというのも悪くないということが今回分かりました。もしよければ皆さんも撮影してみてください。はい、ということで今回は GoPro Hero 9とジンバルを使って夜景撮影をしてみるという動画でございました。
この動画いいなと思っていただいた方、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、またお会いしましょう。じゃあねー。